おネズミさん、あれウサギ好きよ。でも臭いんじゃないの？話に聞くとね。ウサギの耳とかつけちゃってる女の子別にいいんじゃないのと思うけど、俺はでも生まれ変わったらそう行くんだ。面白いね。スピードが速い。慣れとるわこの女。相当慣れとるわ。ありがとう。ここからだともうサイレントキル無理かな。このゲームは一応パッケージにも、ね、弓を構えてるから。よし、登ろう。はい。あ、俺？俺がやるの？まあ、弓をメインでやっていた方がいいんですかね。弓が消えてるんですが、それは。それはライフルも一緒か。で、あと結構まだ即死がね、あるみたいなんで、まあ、どうやって回避できるかですかね。まあ、即死っていうのは、あの三角ボタンのことなのかな。まあ、タイミングで三角ボタンを押せばいいのは分かったんで、まあ、どうにかなるんじゃないかなとは思いますね。この点に関しては。これがね、丸だ四角だってポンポン変わってくると美しい、綺麗だね、すごい。あ、降りられない。降りてちょっとね、景色を眺めようかと思ったらそれは許されないですね。鳥たちは特にね、雷に打たれるとかそういう天罰は下っていない。人間に対してだけなんか呪いがかかってんのかな。さすがに怖いね。俺高いところほんとダメな人でさ、ジェットコースターとかは最近乗れるようになったんだけど、いい年して。でもさ、高所恐怖症なんでさ、きついんだよね。あの登るところがあのカタ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 って上まで登るのがすっごい怖いんだ。だから願わくはもう早く早く降りてと、ゴーって降りてくれれば助かるんだけどね。おお、やるね。即死あるよこれ。ララさん体重何キロくらいあるんだかな。ね、軽めの体重でへし折れたらもうしょうがないよね。70キロ80キロでね、あれがへし折れちゃったらまあしょうがないけどさ、50、アレックス、ララ、パネルがあった。よし、それで送信機のシグナルを増幅できるはずだ。まず非常用チャンネルに合わせて無線機がシグナルを受信したら救難信号を発信するんだ。ララ、うまくいくようにみんなで祈ってるからな。ありがとう。え、あ、俺がやんの？ダメだ、覚えられない。どこ？わからんが。チカチカすればいいの？はい、チューナー切り替え。はい、ノイズ調整。国際非常通信応答システムです。当たり。現在の状況。SOS。メーデー、メーデー。こちらエンジェラス号のクロフト。ドラゴントライアングル内の島に足止めされてる。救助と医療品を求む。応答せよ。願い応答して。メーデー、メーデー。こちらエンジェラス号のララクロフト。こちら N177A。船からの救難信号を傍受し、捜索を続けていた。もうダメかと思ったぞ。こっちもよ。大まかな位置は把握したが、目印が欲しい。あ、了解、やってみる。すぐそちらへ向かう。以上。ララクラフトはヒーローだぜ。レイエスが笑ってるの初めて見たぜ。OK、 目印になるもの。火を焚くには燃料が。合図の火を起こせ。もうあと他に仲間に頼もうぜ、できることなら。で、ここから降りる化け物
怖くて怖くてやってられねえよ。死んじゃう死んじゃう。なんとか降りられた。いやこなれてますよララさん。できないできない、普通はできないよ。一応リロードしとこうか。あ、リロードは？あ、もう済んでるか。91発？マジで？いつの間に。わあ、敵いそうだよね。全然敵いるよね。俺、動物を全く虐待していないんだけど、虐待していった方が、いや、無理だな。難しいもんね。オートセーブか。怖いね。で、そう。ウサギをまあ飼おうとは思わないけどね。ペットとかはね、飼われてる方いらっしゃるんですか。どれどれ、あ、これはいはい、オッケー、行こう。これをなにすんの。こうして、火をつけるにはどうしたら。ライターがあるぜ、ライターが。それはゲームが違う。怖い。ここで燃料を火つけたらまずくねえか。まずくねえのかな。やべえな、ちょっと人が干からびてんだけど。すっげえ格好で干からびてるぞこれ。だって頭をなんかぶち抜かれている。やだなこのゲーム。同じ格好で同じ人がぶち抜かれている気がするよ。アイテムは特にはないか。ちょっとした矢探しはやっていこう。本当にちょっとしただけどね。何かあるかな。お、なんか光ってるものが。え？新しい発火装置。え、何？これで火をつけられる。な、え、なんで？発火装置。長押しすると松明に点火できます。お姉さん何したんですか。もはやマジシャンだよ。もう目で追ってないもんね。松明を目で追ってないのにすっつりつけてるもんね。恐ろしいなこのゲームは。まだコメントをまだ全然返してないから。そう、俺はだってね、生まれ変わったらユニコーンになりたいけど、なんだったら野獣になってもいいからね。あの美女と野獣の方ですよ。俺は先輩にはならないからな、覚えとけよ。でもこれだけか、アイテムは。よし。結構ね、ムービーが多いんでね、黙っちゃうっていうか、喋れないことが多いのが、なかなかたまに傷である。ネズミさん。あ、そうか、タイマス。で、ララさん離れてて危ないよ本当に。死ぬからね本当に。俺が死ぬからさ。来た。なんか操作できるよ、操作できるよ。ジャンプはできない、何も押せない。危ない。おおお、あとは何これ。危ない。まだ滑ってる。あ、死ねる可能性がある。ちなみにですね、ある少し前にね、飛行機がたくさん落ちてくる夢を見たんですよ。あそこから、あー、またなんか来た。また来たよ。ほい。よし。これのことだったのかな。飛行機がね、3つか4つね、同じような風に落ちてくる夢を何1ヶ月ぐらい前に見て、これのことだったのかな。パイロット、助けに
行かないと。いや無理だよ、あの正康軍団にボコボコにされてるよもうキックしてないのに割れるツボもあるしさ、しばらくは敵は出てこないかな。うん、空中ブランコ、布の端につかまり空中ブランコで行きます。布はどこにあるんだ、そこか、でやっ、うん、なに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 、はい行きます、急ぎます、こっちだ、おいマジマジ、そっち吸い込まれる吸引力、ピッケルがあってもいいんです、なんでスライディングしたし、行って、オッケー、空中精度相当低いよこの子、あ、ジャンプは自分でオートですね、でーのぶとい、次次次次、そっちでいいか、この子小ジャンプと大ジャンプはあったっけ、後で確認しよう、あ、まだなんかある、何をするんだ、あっちへ行け、あダラ聞こえるか、おバカ、死んでもらうぜ、こっちのセリフだよ、ほい、ね、振りが大きいと、まあ、その分ね回避のタイミングもかなりあるだろうから、矢探しできない、非常じゃない、ね、かなりモーションが大きいと回避は楽ですね。あの敵は多分あの敵にあらずですね、ボーナス敵ですね。あ、できる、あ、できる、火を探さなくていいんだったら、まあ、かなりやりやすい、サルベージしやすい、サルベージしやすいっていう単語がちゃうか、まあ、獲得しやすいですよねこの辺は。そして獲得係数、なんか無線が聞こえてるけどいいのかな、ほれ相当ジャンプはね、なんだろう、補正かかってるからここで死ぬことはもうほぼないと思うんだけどね。よし、他にもコメント、36分、まあ40分くらいやって20分くらいで勝ってればいいと思うんだけど、雲一つない青空に突然嵐が起こって飛行機を墜落させるなんてありえない。そう、ありえないの。何か原因があったはず。それが何なのか私にはまだ分かってないだけ。オッケー、あと2つのスキルを消すとベテランスキルになると。ベテランスキルが必要だから、あ、これかペインモデレーター、この辺もいいよね。あー、ダーティートリックかっこいいね。あ、戦闘の方結構取った方がいいよっていうコメントもねいただいてたんで、こっち取っちゃおうか。より多くのダメージに耐えられるようになる、体力増強か。こっちは目つぶしを行い相手の隙を作ります。見るって分かる、これ丸を押して攻撃を回避した時に三角を押すと、おー、回避が条件なんだ。そうすると体力かな、ちょっと意味不明なところからね奇襲をかけられるとどうしてもぶっ飛ばされるんで、まあとりあえず次だね。サルベージはいいかな。ダラの日記も更新ありがとう。あと他のはまあ、ちょっと動画どこで切っていった。おう、何があった。嵐が急に黒い雲が出て救助の飛行機があっという間に飲み込まれたの。ダラよく聞け、墜落はここからも見えたから距離は近いはずだ。とにかく無事でここへ戻れ。わかった、すぐ向かう。よしと合流しろ、OK。 あ、今勝手につけましたね。
まあ、38分だから、まあ、適当なところで切るとは思うんだけど、ね、コメント返せない、ごめん。そこ、ここだけのための松明、一体何の必要があったんだ。あとね、お墓、まあ、トゥームだっけ、トゥームもね、あんな感じで出てくるらしいんで、今後もできれば撮っていきたいと思います。そしてララさんが景色を見ているわけではないと。あとはなんだ、あとはあ、しまった、なんだ、かかっちゃった。お、バカ、無理だって。うわーじゃないんだよ。おお、無理。OK。 弓じゃ無理だって。うん、あ、ロープ、あ、これがロープアローだっけ。何をするんだ、放つ。いや、危険、容量良すぎでしょ、ララさん。危ない、うー、きつい、まずい、逃げろ。どうすっかね、これ。あと、くんどくん、追っかけてくるのかな。追っかけてくるとね、でもね、ハメになっちゃうんで、あれなんだよね。撃てるかな、無理だ。追っかけては来ないんで、まあ、ハメはできない。オッケー。ハメができなきゃできないで。いいね。さて、どうしようかね。とりあえず、これだけね、やっつけて。死んだ？死んだよね。オッケー。燃えてる。あ、危ないな。オッケー。あー、危ねえな。ズームができないのがね、結構きついんだよね。あー、ダブルで打ってきてるもんな。で、向こうか、ゆっくり狙いたいな。今当たったんじゃない、なんかヘッドショットはしてない気がするけど。ズームしたらズームのままでやってほしいな。リロードまだ早い。 OK、よし。登る方法があるはず。ローパロー、弓中に R2 を押すとオブジェクトにローパローを放ち引き寄せることができます。やってみよう。おお、なるほど。大丈夫か、これ何でもかんでも引っ張っちゃってさ、後先考えてないじゃん、これだって。まあ、後先考えてないのは主に俺の方なんだけど。もう実況をね、止める時間帯だと思うんだけど、とりあえずこれまだ引っ張れるでしょ。まだ引っ張れない。あれも引っ張れる。ああ、これも。ちなみに弾、もしかして弾使ってる？あ、弾使ってない、引っ張り放題か。今何を狙った、なんか狙ったよね、気のせいか。遠くまで引っ張れるのかな。あ、無理だね。そうすっと、まずこうするじゃん。引っ張るじゃん。無理だよね。絶対吸い込まれないね。行くべきところは、どこだ？どこかから登れるところが、サルベージ。登れるところがあるはずってね、ララさんも言ってたけど。これ物あるでしょ。OK。
すどこだろう、どこがいいかな。水がすごい綺麗吸い込まれすぎ吸引力すぎる。これ掴めんのかな。あそこに、あそこ掴まれるんだ、なるほどね。とりあえずね、お仕事はね自由だと思うんだよ。アップグレードできます。どっかキャンプでねアップグレードしましょうね。壁に捕まって壁登りできない、常人にはね到底不可能な動きですね。経験値サルベージこれ以上持てませんね。一人暮らしだったらさ、もちろんお金が死なないね、お金大変だろうしね、実家に暮らしてればね多少の援助は求められるだろうし、もしね恋人なり伴侶なりがいればまあやっぱりねサポートし合えると思うしね、まあ、仕事の種類にもよるしね、資格とかもさ。俺はねそんな資格持ってないんであれだけどさ、ろくでもない仕事をただ選ぶだけだからさ。はい、にロープをかけられそうね。勝手にドックインしました。ああーすごい、ララさん超器用で。あそこにロープをかけられそう。もうかけたかけた。基本的に一発でも弓がないとダメなのかな。一発でも弓がないとどうやらその飛ばすことはできない。まあ当たり前ね、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、まあそんなとこですね。まあただあのね履歴書にね資格持っててもね書くのもねどうかと思うんだよね。なんかたくさん資格持ってれば持ってるほど有利っていう感じでもなさそうだしね。結構いろいろ資格持っててなんか取って満足してるような風に見られてもあれだし、なんつうのかな、その資格をいっぱい持っていること、それすなわちいいとね、あ素敵だねと、いい、いいですねっていうふうにあれ捉えられるばっかりではないかもしれないですね、もしかすると。なるほど、引っ張れないものはとにかく引っ張れない、無理なものは無理だと。了解です、わきまえろと、そういうことですね。一応弓はあるんだけどね、引っ掛けるところがないとダメなのかな。まあここ行けるからどんどん行っちゃおっか。洞窟内ではね持ち替え、武器の持ち替えができないんだよね。セルフ松明の時は基本は、まあ、戦闘はないのかな。戦闘はないけど即死ポイントがあると。無事でよかった。お互いにな。さっきまで何ともなかったのに急に嵐が襲ってきた。気配すらなかったのに。いやお前のせいじゃない、私が救助を頼んだから。ララ、別の方法を探そう。メーデー、メーデー、こちら N177A 副操縦士ジェソップ。もしもし、聞こえる？応答して。不時着時に重傷を負った、緊急救護を要請する。こちらクラフト、聞こえますか？発煙筒を焚いた、誰か救助を。ダメ、聞こえてない、助けに行かなきゃ。ダメだ、煙が見えてる。今は仲間のことだけ考えろ。サムが見つかり次第合流しないといけない。でも見捨てるなんて私にはできない、助けに行かないと。時には犠牲も必要になるんだ、全員は救えないんだ。そんなことは私だって分かってる。いや、お前は分かってない。犠牲とは自ら選択することだ、失ってから受け入れることとは違う。見殺しにするなんて私にはできない。このララさんは非常にね、なんだろうな、心象がいいですね。ね、犠牲にするんだったらね、その辺に足負傷してるね、どっかの、ね、おじさんがいるんだけどね、まあ、選択するのはまあララさんですからね、そこは任せるけど。一旦キャンプだから、まあ、アップグレードできるかな。
何をアップグレードすればいいんだ。自分でそれも自分で選択してるってことか。でもサルベージが足りないからダメか。そうだね、サルベージ、あ、発射レート、これ連射、多分発射レート確保、あ、これか、ストリン、あ、自分でもう達成はしているから、あ、いいのか。ローパロー自分でね編み出したから、それはいいのか。ちょっとサルベージが足りなくて強化できなかった。あ、でもスキルが上げられるから戦闘スキルを上げましょう。これを上げる、あー、でもな、俺ダーティートリックいらねえと思うんだよな。ダーティートリックが必要っていうのは特になさそうだもんね。となると、まあこれが必要かどうかっていう、動物の死骸を慎重に回収し、だからな、ボーンコレクターが必要、ダーティートリックでいっか。ダーティートリックして目つぶしして、さらにフィニッシュブローが使えればいいんだけどね。でベテランがアンロックされましたと。うん、ピッケルか。あ、敵に近づいた状態で三角を押すと攻撃し、数回命中させるとスタン状態にできます。近接攻撃きたね。今までそうか、ララさんは躊躇していたんですね。ピッケルストライクを習得済み。お、待ってマジで、あ、もう殺しの快感を覚えたな、ララさん。仕方ないな、これはな、非常に好印象だ。はい、ということでですね、他にもね、俺がね一番話したかった、まあリクエストいただいたね、夕闇通り探検隊っていう、まあ、PS のねホラーゲームなんだけど、まあちょっとね値段の関係でできないっていうのもあってさ、まあ、実況もねかなり終盤まで見ちゃったっていうのもあるんだけど、まあ、それ以上にね、その実況で見た人の闇というか、ね、そういうその実況についてのなんだろうな、闇というか過去というか、そういうのをねちょっと話そうかなと、仕事中にそんなことをね考えながら話そうかなと思ったんだけど、話せずじまいでちょっと動画を終わってしまうんで、まあ次回また話せればいいかなと思うんだけど、またコメントいただければコメントを返すのを優先したいしね。じゃあまたよろしくお願いします。